どうもこんにちは、ゆめだみちです。今回はですね、こちら私としてはですね、かなり珍しい着弾動画になります。それでは早速ね、中身の方開けていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ね、こちらの方開けていきたいと思います。その前にね、今回こちらのお品を送ってくださったのは、 YouTube やね、 Twitter なんかでもおなじみのノリスさんになります。早速ね、ちょっと中身を見ていきたいと思います。それじゃあいきますよ、オープン。お、これは保冷保温バッグですね。二重梱包されていますね。うん、スチールの中に保温バッグですね。早速こちらを出していきましょう。よいしょ、よいしょと。うん、北海道もね、しっかり入れてくださっておりますね。大変助かります。はい、それじゃあね、中の方開けていきましょう。これはどこにチャックがあるんだ、ん、どこだ、ありましたね。こちらから開けていきます。ちょっと待ってよ、なんか緊張するな。初めてのプレゼントなのですごい緊張しますね。じゃあ開けていきましょう、オープン。お、なんだこれ、カメラ越しに見えるぞこれ。こちらまずステッカーの方入ってましたね。あれ、これかなりの数ステッカー入ってるじゃないですか。いや、まずはステッカーですね。そしてこれですね、これパプア金色クワガタの幼虫ですね。ブルーケットシコンって書いてありますね。産地がアルファックさんですかね。いや、すごい、やばいっすね。なんというんだ、1、2、3、4頭ですかね。うん、お、もう一頭いる、もう一頭いる、5頭ですね。5頭送っていただきましたね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。今年からですね、私も色虫やりたいなっていうふうに思ってたんですけど、いやー嬉しい、うん、ちょうどね、私自身この色虫パプア金色クワガタ持ってなかったんですよ。しかもこれブルーケット仕込んですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。ノリスさん、ありがとうございます。ん、なんだ、まだなんかあるのか、なんか重いぞ。なんだろう、なんだろう、なんだ、これ梱包用の新聞紙と、あ、ゼリーも入ってますね。やば、いっぱいゼリー入ってますね。今日ちょうどね、ゼリーの方切らしてしまってたんですよね。いや、ノリスさん、もしかしてこう予知ですかね。助かります、ありがとうございます。これでゼリーと幼虫が5頭、そしてこちらのステッカーですね、3品も送っていただきましたね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。このステッカーなんですけど、おそらくね、あの和で購入してくれた方にサービスとしてお渡ししていたステッカーだと思いますね。いやー、すっげー嬉しいっすね、このステッカー。これね、実は私もその和の会場に行く予定だったんですよね。なんですけども、娘も息子も私も妻も皆さんですね、急性胃腸炎にかかりまして、全くもって動けないような状態になりましたね。この急性胃腸炎ね、一人かかると家族全員かかっちゃいますね。うん、あのね、予期せぬ出来事でしたね、本当に。で、本当はもうノリスさんたちとね、一緒に輪に行きたかったんですけども、行けなかったんですよ。で、輪に行った方はね、このノリスさんのこのステッカーいただいたっていう風に書いてあったんで、いや、俺もすっげー欲しかったのになーとかって思ってたんですよね。なんと今回ステッカー届きましたね。しかもね、こう
手の厚みでね、分かるんですけど、かなりの数入ってるんじゃないですか、これ。なんかワクワクしますね。一枚一枚見ていきますか。まずは、I love タラントスですね。ノリスチャンネルって書いてますね。で、これもタラントスですね。なんですけども、こっちはスタックビートルっていう風に書いてますね。うん。で、I love ギラファですね。いや、なんか有名どころついてきますね。うん。すげえな、いいな。で、清民ですね。うん。で、こちらがヘラクレスですね。そして、カブトムシ。これ大事ですよね。日本ですから。日本国産。そう。国産のカブトムシ。めちゃくちゃ大事ですね。そしてこちら、オオクワガタですね。かっこいいな。なんか写真の撮り方めちゃくちゃうまくないですか？ノリスさん。そして、爆散奇岩のオオクワガタですね。うん。こちらはマンディブラリスですね。かっこいいな、マンディブ。こんなでかいの？ノリスさん持ってるマンディブラリス。やば。そして、これはローゼンですか？ババですか？どちらですか？でも、まあそういう黄金鬼系ですよね。の爆散奇岩ですね。うん。で、こっちはアイラブですね。うん。やばい、めちゃくちゃいっぱいのね、ステッカーいただきましたね。これは全部ね、私のブリードルームに展示したいと思います。ノリスさん、シールありがとうございます。これからはね、少しね、ノリスさんとの出会いをね、お話ししたいなっていう風に思います。それじゃあね、こちらのステッカーなどをね、全部並べながらお話しさせていただきます。はい、ステッカーとかね、あの幼虫の方、テーブルの上に並べてみました。ちょっとね、ここからはノリスさんとの出会いについてね、雑談というか、私の、独り言になります。皆さんね、よければ最後まで聞いてもらえれば嬉しいかなっていうふうに思いますね。私が初めてね、あのノリスさんとコンタクトを取ったのは2019年の1月の、初旬頃ですね。なので今撮影しているのが2月の下旬なので、実際にね、ノリスさんとのこの出会ってからはまだ1ヶ月少ししか経ってないんですよね。なんですけども、かなりね、あの仲良くさせていただいております。うん、仲良くさせてもらってるというよりも、なんかね、いろんなことにこう引っ張っててくれるような、あの大きな先輩ですよね。うん、っていう感じがしてます。自分ではあの一人でね、あの YouTube 活動を始めて、でチャンネル登録者数もゼロで、コメントなんかもね、もちろん一番初めの動画でつくわけもなかったんですけれども、そんな時にね、あのノリスさんが一番初めにね、あの動画にコメントをくださって、頑張ってくださいと。でそこからね、ツイッターなんかでも、私のねツイートしたことをそのいいねしてくれたり、そのリツイートしてね、拡散してくださって、でそこからね、私も少しずつあのチャンネル登録者数が増えていったっていう感じですね。それでですね、私よりも先にこの YouTube 活動なんかをね、始めていらっしゃる方々たちとの、その出会いというか、そういったきっかけをね、作ってくれたのも、ノリスさんですね。いろんなね、チャンスとか、出会いのきっかけ、いろんなことにね、先導して引っ張っててくれる大先輩、すごくね、感謝っていう気持ちが、感謝っていう、気持ちがね、先に出てきて、それ以上ね、なんてこう言葉で表したらいいかちょっとわからないなっていうぐらい、感謝してます。話せばね、かなり、長くなってしまうので、今回はね、ここまでとさせていただきます。完全にね、私個人のお話と私個人のね、着弾動画になってしまったんですけれども、またね、動画の方、たくさん投稿していきますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。概要欄にね、ノリスさんの、チャンネルも、貼っておりますので、そちらからノリスさんの動画もご視聴いただければ幸いです。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございます。またの機会にお会いいたしましょう。バイバーイ。